このままずっと二足のわらじでやっていかれる感いやじいでや、すか？僕はもう本当、サッカー一本でやりたいんですけど、はい。もう放送作家引退してもいいと思うんですが、ただ、ナイトスクープはね、もう25年やってるんで、もう立ち上がりから一応チーフでやらせてもらってるんで、もうこれだけはもう、まあ、最後のご奉公というかね、もうスクープが続く限りはやっていこうと。だスクープがもし、まあ、いつか終わる日が来るとしたら、まあ、その日は僕も放送作家として僕の引退やと。はい。いや、あんまりそんな深く考えたことないけどね。もう本当にもう僕はもうテレビはもうとにかくみんながもう大人から子供まで同じ画面を楽しく見れる。もうこれが僕は理想やと思ってるんで。とか今のテレビはもう最初からターゲットを絞ってますよね。もうこれはもう若い女性向けに作るんだとか。F3 とかいうキーそうワーそう、ドこで。れはもういわゆるもうおばちゃん向けに作るんだとかね。だからそういうふうにもう、でもね、テレビはね、それやったら終わりだと思うんですよね。つまりもう個人個人に向けるっていうのは、いわゆるインターネットとかね、例えばもう携帯電話とかモバイルとか、あるいはそのテレビでもその民放以外のそのいわゆるケーブルテレビとかね、ああいうのはね、本当にそのターゲット完全に細分化してやってますよね。でもね、やっぱり民放とかそういうものはね、もう一回そういうバラバラになった家族をもう一つの茶の間にね、集める力をね、そういう番組を持たないとあかんと僕は思ってるんですよね。まあ、長年ナイトスクープが続いている理由はそこは手にするんですそうですね。ね。ですからね、例えば娘と父親がね、一緒に見てて、もう恥ずかしいっていう番組は作りたくないですよね。そういう番組多いですよね。その娘さんが見たら、お父さんと一緒にこの番組はもうちょっと恥ずかしい見てられへん。まあ、その逆もありますよね。だからそういうのはね、僕はもう違うとは思ってますけどね。特にゴールデンなんかはね、本当に家族で楽しみたい。子供だけが今喜べるやつとか、ありますよね。特に今のゴールデン、例えば7時や8時台っていうのは本当にその番組がすごい、これ言うとあれですけど、幼稚になってますよね。大人が見れない番組が多いです。まあいわゆるセリフに全部スーパーかぶせるのは、まあもともとはナイトスクープが始めたんですけどね。でこれをもう今、東京の番組をやりだして、今もう全部やってますよね。でまあこれはね、もともとは僕らは効果として狙ったんですけど、今効果じゃなくて、何ちゅうかすごいこうチラッチラッと見てももう分かるというかね、なんかすごくこうええ加減に見てもでもついてこれる、分かるというような、そういうこう安易な見方をができるような、そういうことをやってますよね。劣化コピーみたいなことになってるんですかね、ナイトスクープの ある種そうですの。ね。はあとね、ちょっとこれはバラエティとは違うと思うんですが、最近その尼崎の事件でその首謀者の顔の写真を取り違えたりとか、報道の不手際っていうのが結構目立つようになって。そうですね。読売新聞でもね、大誤報をやってましたよね。本当にそういうプロ意識が欠けてますよね。やっぱり裏を取るって当たり前ですからね。これは報道としてね。僕らバラエティでも、例えばナイトスクープなんかものすごい、このその辺はきっちりもう20、30保険かけてきっちり裏取りますからね。でちょっとでもやっぱり商社がそれはやってほしくないと思う、やりませんからね。商社というか依頼者がね。そうですね。いやー、これは難しいですね。これは一概に言えない。やっぱりね、広い目で見たらやっぱ進化してます。やっぱりこの20年でテレビ番組は進化してます。ただ、一時期に比べて、まあ、予算が減ってますよね。で、ただ一つ言えるのは、もともと関西の番組は東京の番組に比べて、もっと最初から金がないんでね、最初から予算がないんで、もうその分とにかくアイデアを凝らさなあかんっていう。で逆にその予算がふんだんにある番組は、その金がたっぷり使えるんで、その辺のこうアイデアは多少、ちょっと抑えてでも、もう物量と金でやっていく番組が結構多かったですよね。最ただ近今これからはやっぱりもうアイデア勝負になってきますね。ますますアイデアが必要になってくるそれとね。ね、一時期テレビはいわゆるもう数字の取れるタレント、数字だ、視聴率ね、視聴率の取れるタレントをブッキングすればもう数字が取れるもんだっていう、その一種の幻想がありましたよね。でも例えば最近、まあ、島田紳助さんが引退されて、
そうすると、まあ、今まで紳助さんのバリューと紳助さん の、 その、イメージ、ブランドイメージで数字を取ってたようなと思われてた番組がですね、はい、もうほとんど数字は落ちなかったですよね。例えば行列、それから鑑定団、はい、要するにこれはどういうことかというと番組の企画が強かったということなんですよね。例えば朝日放送でも、例えば長年その看板、大看板であったの児玉清さんが亡くなられましてね、アタック25、やっぱもうアタック25イコール児玉清さんという、その本当に30年のイメージがあったんですけど、ところがその児玉清さんがまあお亡くなりになって、まあ、MC が変わったんですけど、それでも視聴率は落ちなかったですよね。でこれはやっぱり企画が強かったんだということをね、僕らテレビ業界人は改めてこう認識すべきだったと思いますね。一緒に見ててもう恥ずかしいっていう番組を作りたくないですよね。そういう番組多いですよね。その娘さんが見たらお父さんと一緒にこの番組はもうちょっと恥ずかしく見てられへん、その逆もありますよね、うん、だからそういうのはね、僕はもう違うとは思ってますけどね。特にゴールデンなんかはね、本当に家族で楽しみたい、子供だけが今喜べるやつとかありますよね。特に今のゴールデン、例えば7時や8時台っていうのは本当にその番組がすごい、これ言うとあれですけど幼稚になってますよね。大人が見れない番組が多いです。まあいわゆるセリフに全部スーパーかぶせるのは、もともとはナイトスクープが始めたんですけどね、はい、でこれをもう今、東京の番組をやりだして今もう全部やってますよね、はい、でまあこれはね、もともとは僕らは効果として狙ったんですけど、今は効果じゃなくて、なんちゅうかすごいこうチラッチラッと見てももう分かるというかね、なんかすごくこうええ加減見てもええ加減に見てもでもついてこれる、分かるというような、そういうこう安易な見方をができるような、そういうこうことをやってますよね。劣化コピーみたいなことになってるんですかね、うん、ナイトスクープの。そうですね、はい。あとね、ちょっとこれはバラエティとは違うと思うんですが、うん、最近その尼崎の事件で、その、うん、首謀者の顔の写真を取り違えたりとか、うん、報道の不手際っていうのが結構目立つようになって。そうですね、読売新聞でもね、大誤報をやってましたよね。本当にそういうプロ意識が欠けてますよね、うん、やっぱり裏を取るって当たり前ですからね、これは報道としてね。僕らバラエティでも、例えばナイトスクープなんかものすごいこのその辺はきっちりきっちり、もう20、30保険かけてきっちり裏取りますからね、うん、でちょっとでもやっぱり視聴者がそれはやってほしくないと思うのはやりませんからね。視聴者というか依頼者がね。そうですね。いやー、これは難しいですね。これは一概に言えない。やっぱりね、広い目で見たらやっぱ進化してます。やっぱりこの20年、20年でテレビ番組は進化してます。ただ、一時期に比べて、予算が減ってますよね。はい、でただ一つ言えるのは、もともと関西の番組は東京の番組に比べてもっと最初から金がないんでね、最初から予算がないんで、もうその分とにかくアイデアを凝らさなあかんっていう。で逆にその予算がふんだんにある番組はその金がたっぷり使えるんで、その辺のこうアイデアは多少、ちょっと抑えてでも、もう物量と金でやっていく番組が結構多かったですよね。うん、ただ今これからはやっぱりもうアイデア勝負、はい、同じ画面を楽しく見れる、もうこれが僕は理想やと思ってるんで、はい、とか今のテレビはもう最初からターゲットを絞ってますよね。もうこれはもう若い女性向きに作るんだとか、 F3 とかいう、そうそう、これはもういわゆるもうおばちゃん向けに作るんだとかね。だからそういうふうにもう、でもねテレビはねそれやったら終わりだと思うんですよね。つまりもう個人個人に向けるっていうのは、いわゆるインターネットとかね、はい、うん、例えばもう携帯電話とかモバイルとか、あるいはそのテレビでもその民放以外 の、 そのいわゆるケーブルテレビとかね、ああいうのはね本当にそのターゲット完全に細分化してやってますよね。でもねやっぱり民放とかそういうものはね、もう一回そういうバラバラになった家族をもう一つの茶の間にね集める力をね、そういう番組を持たないとあかんと僕は思ってるんですよね。まあ、長年ナイトスクープが続いてる理由はそこがやってるんですね。そうですね。ですからね、例えば娘と父親がね一緒に見ててもう恥ずかしいっていう番組を作りたくないですよね。そういう番組多いですよね。その娘さんが見たらお父さんと一緒にこの番組はもうちょっと恥ずかしく見てられへん、その逆もありますよね、
だからそういうのはね僕はもう違うとは思ってますけどね。特にゴールデンなんかはね本当に家族で楽しみたい、子供だけが今喜べるやつとかありますよね。特に今のゴールデン、例えば7時や8時台っていうのは本当にその番組がすごい、これ言うとあれですけど幼稚になってますよね。あの大人が見れない番組が多いです。まあいわゆるセリフに全部スーパーかぶせるのは、もともとはナイトスクープが始めたんですけどね、でこれをもう今、東京の番組をやりだして今もう全部やってますよね。で、まあこれはねもともとは僕らは効果として狙ったんですけど、今は効果じゃなくて、なんちゅうかすごいこうチラッチラッと見てももう分かるというかね、なんかすごくこうええ加減見てもええ加減に見てもでもついてこれる分かるというような、そういうこう安易な見方をができるようなそういうこうことをやってますよね。劣化コピーみたいなことになってるんですかね、ナイトスクープの。そうですね、はい。あとねちょっとこれはバラエティとは違うと思うんですが、最近その尼崎の事件でその首謀者の顔の写真を取り違えたりとか、報道の不手際っていうのが結構目立つようになって。そうですね、読売新聞でもね、第5報をやってましたよね。本当にそういうプロ意識が欠けてますよね、やっぱり裏を取るって当たり前ですからね、これは報道としてね。僕らバラエティでも例えばナイトスクープなんかものすごいこのその辺はきっちりきっちり、もう20、30保険かけてきっちり裏取りますからね、でちょっとでもやっぱり視聴者がそれはやってほしくないと思うやりませんからね、視聴者というか依頼